皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。タイトルは公立高校入試問題を解いてと、こういうタイトルでお話します。静岡県では昨日3月3日と今日3月4日、これは公立高校の入試が行われました。3日の日は学力テスト、そして4日が面接、このようになっていました。そして今日の新聞で昨日のテストの問題が、掲載されたんですね。そこで私は国語以外の4教科英語、数学、理科、社会、この問題を実際に解いてみました。そして感じたことをここでお話しします。全科目に共通していること、これはやはり難しくなってきていると。問題を読んだだけですぐパッと答える問題はほとんどないということです。で、文章を読んで読み取った内容から情報とか条件、ね、これを見つけてそこからさらに考えて答えを出していくと、こういう問題がとても多くなっています。質問に至るまでの説明とか文章がとても長いんですよ。ですから読む力がないと、最初の方に何て書いていたかって最後にまで来ると、あれもう一度読むなんて、こんなことになっちゃう子も出るんじゃないでしょうか、ね、文章長くなってもやはり読む力、これをつけておけば要点だけをしっかり、ね、捉えることができるので、そういう力を求める、そういうような問題になっています。特に難しくなったと感じたのは理科と数学でした。教育委員会ではこんなふうに言っています。理科の問題は観察や実験に重点を置き、自然の事象について知識や理解の程度及び科学的に考察する力を見るようにしたと。なぜそうなるのかと、これを考えながら解く問題と、ね、そういう過程を経て答えにたどり着く問題、こういう問題を作ったということです。実際にはどんな問題があったかというと、レンズと像の問題です、ね、今までのように虚像、実像というんじゃなくて、実際に長さが書いてあって物体の長さはこれだけ、じゃあできる像の長さは、何センチでしょうかというような問題ですね。数学の相似を使って解けるような問題ですね。それから台風の進路に対して、ね、ある地点の風向、この変化を考える問題もありました。台風というのは低気圧ですから、地表付近では反時計回りに中心に向かって風が吹いています。で、そういう風に吹いている風、ね、ずっと台風が通過するとき、じゃあある地点ではここでは風向きはどのように変化しているかと、そういうのを答える問題、こんな問題が入っていました。他にも難しい問題はあったんですけれど、以前やはり似たような問題があったので、多分過去問をやっている人はそういう問題解けたんじゃないでしょうか。そして次は数学です。数学は教育委員会こんな風に言っています。数学的活動を通して事象を数学的に捉え表現し考察処理する過程を見ることができるようにしたと。ちょっと難しくてね、分かりづらいんですけれど、どんな風にして解いたかを分かるような問題を作ったということですね。説明してまたは計算の途中をしっかり書いて解くような問題を作っていると、こういうことです。で、今回のテストで面白いなと思ったのが確率の問題でした。確率、今までは単純にね、すぐね、何分のいくつって出せるような問題だったんですけど、今回は違いました。数字を書いたカード、1から14まで書いたカードが1枚ずつ並んでいるんですね。そこでサイコロを投げて、1回目に投げた数字を8、2回目に投げた数字を B として、1回目に投げた時は数字の小さい方から順番にその数だけ A だけ移動すると。
2回目に投げた数 D ですね。その時には大きい方から、つまり14の方からその数だけ D だけ移動して、止まったところの数字、これを足し算する和を作ると。さてこの和、2つの数の和、これを A と B を使って表しましょうと、こういう問題だったんですね。実はね、スゴロクみたいな感じで考えるとこれ案外分かりやすいような問題でした。それから、空間図形、体積とかで長さを求める問題がありました、ね。それ何分の1になるかとかね、いう問題と、あとは長さを求める問題、これは相似と三平方の定理をいくつか使って、ちょっとね、使う回数が以前より増えていますね。いくつか使って求めるようになっていました。で、一番難しいなと感じたのは連立方程式の文章題でした。で、文章長いのに加えてさらに与えられている条件が多いんですよ。ですから文章を読んでも、この条件をどういうふうに使ったら方程式が作れるかとわからない、悩んだ多分受験生の方多いんじゃないでしょうか。で、解けなかったという人も多分多いと思います。そのような問題ですね。ですからこれ文章を読んで、その文章を整理する力がないとこの方程式を作れないと、ね、このような問題になっていたんですね。ですからこれから文章を読んで、それを整理して、それを使うという、こういう力をつけていかないとなかなか入試では高得点取れないようになっていくんじゃないかなと思っています。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。